で、あれですね、うちのやつだと3分ぐらい、うん、3分ぐらいですね、はい、ここでこう攪拌しながら冷やしてるんですけど、こっちの本体の方が焙煎して、こっちの方は冷却する場所なんですけど、面白いっちゃ面白いですね。よりちっちゃいのはちっちゃい、なんか魅力があるというか、これすごい繊細なコーヒーを作れるというか、それは感じますね。お酒を一切売らないのがポリシーだから。カフェってあの二刀流あるじゃないですか。カフェとしてはやっぱり普通にねスタートぐらい置いといてもいいかなと思うんですけど、僕はちょっとやっぱコーヒー屋っていうのを自分で意識してるので行きたくないっていうのがあるんですよ。コーヒーを楽しんでほしいって。あ、そうなんですか。豆の量、まあ、引き方もそうですけど、豆の量と注ぐ時間とか、はい、水の量とか、そういうのがもう全部レシピとしてあるってことですね。そう、そうなんです。サンドイッチいっぱい売れてパンなくなっちゃったんで休憩焼いて、春の新作のあんこスコーン。スコーンはあの結構頻繁にメニューが変わるんですか。あ、今くるみとチョコがあの定番なんですけど、あの1個季節のスコーンをやろうって言って、で今あんこのスコーンを売ってます、ね。